今日は京成電鉄京成高砂駅に来ました。駅前には、吉野家さんがありますね。ゴールデンウィーク最終日の、5月6日は、曇り空でした。駅前の踏切ですね。開かずの踏切ですか。ここは踏切が閉まりますので、なかなか開かないですよね。ご利用はおやめください。ここはなんか立ち飲み屋スペースとかいろいろねあるところだけど、あれ今日はやってないのかな。私学生の頃ここでやったもんですよ、よく。まあ、この店でパチンコを覚えたと言っても過言ではないですね。私の場合砂取り物語とか流行ってた時代でしたけど、連チャンしましたよ。踏切の音が私鉄沿線を思わせますね。なんか喫茶店白十字さんですね。もうなかなか歴史があるそうですね。
る。とても低い通りですね。池があるんですね。じゃあそこに行ってみましょう。ここは新金線の踏切ですね。正式名称が小松川街道踏切って言うんですね。小松川街道っていうんだ、この辺は。なくなっちゃってるな、この池。ここ池だったんですよね。池なんですけどね、なんか水がなくなっちゃってる。水があるんだけど、なんか草みたいなので覆われて、水面はもうごく一部みたいですね。ほらほら、もう水面なんてあそこにちょっと見えるぐらいでしかないですよ。ああ、池らしくなくなっちゃったな。前はこれね、釣りやってる人とかいたんだけど、ね、昔はここで、遠い昔の話ではこれ雨乞いの神事が行われたということも聞いたことありますけどね。そういう数多の伝説がある歴史のある場所なんですよね、ここは。遠くになんか鳥が見えますね。なんでしょうね、あれは。神事が行われた神聖な池です。釣り場ではありませんと書いてありますね。もうちょっと通らせてもらって、
ですね、ここは。